まあ、私の元同僚の人たちも来てくれるということで、まあ、大変楽しみにしております。公演が確か7日だったと思いますけども、それには私の長い間の、ライバルだったり、共同研究をしたり、まあ、いろんな人が世界中から何人か来てくれるというふうに聞いておりますし、まあ、私の元同僚の人たちも来てくれるということで、まあ、大変楽しみにしております。まあ、準備で一番大変なところはやはり公演の準備ですね。それでスライドの細部まで間違いがないか、まあ、そういったところに一番のエネルギーがかかりました。この前スウェーデン大使館で同じような質問があって、和服で行くと、あの授賞式と晩餐会、それから応急招待の日は和服で行くという予定にしています。昨日まであの準備がかかったと思うんですけど、準備で一番大変だったところ